皆さんこんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日は8月27日に行われた ISF 主催の公開シンポジウム、参院選後の日本の進路を問う戦争前夜の体制抑散化の動画をこれから3部に分けてアップさせていただくことのお知らせです。第1部は私どもの ISF 独立言論フォーラム代表理事の岡田雁治さんによる開会の挨拶、それに続いて基調講演、お一人目が植草和秀さん、政治経済学者のですね、植草和秀さん、そしてそれに続いて元総理の鳩山由紀夫さんの基調講演、これが第1部であります。また第2部はパネルディスカッションでありますが、途中で来られて退席されることになった、令和新選組党首の山本太郎さんの、動画であります。第3部は、先ほどのパネルディスカッションの続きでありますけれども、川内浩前衆議院議員、望月磯子東京新聞社会部記者のお話を含むもので、会場からの参加者からの質疑応答も含むもの、そして最後の、閉会の挨拶、これは私ども ISF の理事であり村山談話の会の、理事長でもある藤田隆景さんによる、挨拶を含んだものであります。以上のような形で、公開シンポジウムの動画をアップさせていただきます。当日参加された方々には改めてですね、ここでお礼を申し上げます。また参加されなかった方はぜひこの動画をご覧になっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。第2部のですね、パネルディスカッションに移らせていただきます。それではお忙しい中ですね、令和新選組の党首で、あります山本太郎さんに来ていただいてますので、少しですね、私とパネラーから少しですね質問って言いますか、それをさせていただいて答えていただくっていう形で、貴重な30分間をこれからですね使わせていただきたいと思います。今回の参議院選ではですね、自民党自公のですね、かっこつきの大勝と立憲民主党のですね、惨敗と、そして、維新の躍進とですね、令和新選組の健闘、社民も健闘したと思います。共産は後退し、参政党という新しい政党もできたという結果になったわけですが、衆参合わせて3分の2以上の改憲勢力になり、今、ウクライナ危機に対応する形で台湾有事、東アジアにおける戦争と平和の危機も、語られております。また、先に、ご講演いただいた、植草さんや鳩山さんからもですね、今の日本が抱えている深刻な問題、危機についても、語っていただきました。山本太郎さんが今日本で最もですね、解決しなければならない、課題、問題とは何を、考えておられるかと。改憲とか戦争の危機とか、原発の再稼働とかですね、様々なこと論点があると思いますけれども、率直に少し語っていただければと思います。どうも、山本太郎と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。参議院選挙の結果を受けてっていうのがまずあったと思うんですけれども、驚くに値しない結果かなというふうに思います。それ以上でも以下でもないという結果だったと。それは何かと言ったら、当然、その参議院選挙がある前の通常国会って言いますか、150日間ぐらいありましたよね。そこでしっかりと対立軸ができたかってことなんですけれど、対立軸見えなかったですね。喧嘩しない野党と、与党。これ違い分かりません。はっきり言っちゃえば。逆に言ったら。そんな中でなんかこう、
彼らならやってくれるんじゃないかという勢力というか、なんか、もうこっちがダメなんだったらこっちにするしかないじゃないかということさえも見えづらいというか、当然分散しますわねってことですね。まあそういう意味で、当然、その野党の、一員である私たちにもその責任はあるだろうというふうに思います。参議院選挙に対して、多くの方々に対して野党側の勢力に力を、もっと拡大できなかったっていう部分に関しては責任を感じているところではありますけれども、それぞれが戦うという選択をする、した結果、こういうような結果になってしまったというのは非常に痛いところだというふうに思います。で、何よりもこの、これから3年間、最大3年間ぐらい国政選挙が開かれないというような状況の中で、なんでしょうね、有権者の皆さんにジャッジしていただけないということが3年続くというのは非常にしんどい期間であると。まあ、そうは言いながらも間に統一地方選があったりとかするので、全く何かしらのジャッジができないわけではないんですけれども、国政において3年の空白期間ができるというその事前において野党の中に危機感が薄かったっていうのは非常に残念なことであったというふうに思います。で、今一番必要なことは何か、この国の危機は何かってことも先生方からお話しいただいて私から付け加えるというかことは特にはないと思うんですけど、私はやっぱり経済問題だと思ってます。経済問題というのは何かって言ったら、やっぱりこれ以上格差が開いていくと政治にさえ興味が持てないという状況がさらに拡大していくだろうと。私が国会議員になったのが10年ぐらい前なんですね。2013年ぐらいですか。で、6年間の国会議員の任期を終えて一人で旗揚げしたのが令和新選組。これで3年ですね。3年前に旗揚げして今に至るんですけれども、どんどん悪くなっていってるんですよ。それまで支持をしてくれたりとか、なんか、なんとなく政治に興味を持ってくれてるっていう人たちが、どんどん脱落していっているような、なんか、感覚的にですね、そういうのを受けるんです。それって何かって言ったら、やっぱり目の前の生活っていうのが、やっぱり立ち行かなければ、政治にまで、やはり、関心を広げられないというような現実問題ですね。目の前の生活があるのに、もちろんその生活は政治とつながっていることは確かなんだけれども、でもその政治を変えていくその先に自分たちの生活の底上げがあるんだなんて、そんな悠長なこと言ってられない。今なんだよ、この瞬間なんだよ、今月なんだよ、来月なんだよっていう人たちに対して、例えばですけれども、この参議院選挙で変化があれば確実に皆さんの生活は変わっていきますよというようなプレゼンというものが、本来ならば野党一丸でしていけるというようなことがあるならば、私は非常に大きな、なんだろうな、変化みたいなものを生み出すきっかけになったんじゃないかなと思います。話戻ると、今一番の危機は何だっていうと、改憲だ、さまざまな問題だっていうことはありますけど、やっぱり一人一人の心のゆとりであったり、政治に対する関心というところに気持ちの余裕を広げていくためのきっかけとしての生活の安定っていうのは絶対だと思うんですね。平和を求めるんだったら当然、なんだろうな、多くの方々にそれを望んでいただけるような政治状況というものが、作られていかなきゃいけないと思うんですけれども、まあとにかく25年以上の不況にコロナまでやってきて、そのコロナに対する手当も不十分な中に、価格の高騰であったりとか輸入物価というものがどんどん上がっていくという中で、さらに首が絞まっていってるという状況の中、ここを打破していくんだよというような、やはり旗ができなければなかなか政治的関心を集めたりとか期待を寄せるってことは難しいんだろうなと。様々な問題があるけれども、その突破口となり得る、その入り口となるものはやはり経済。多くの方々にとって目の前の生活、自分の生活っていうのが何よりも最大の関心事となってくると、そこをプレゼンテーションしていけるような喧嘩のできる野党ってものを作っていかなきゃならないっていう思いです。すいません。ありがとうございます。もう一つ、私の方から一つですね、今言われたその危機、課題にどういうふうに対応していくべきかという点においてですね、先ほども植草さんの方からもですね、鳩山政権がなぜ破壊されたのかとかですね、いうお話と、さらにですね、それに、まあ、1993年の細川政権、2009年のですね、鳩山政権に次ぐ、やはりもう一つの本格的なですね、自公に代わるですね、新しい政権を作る必要があると。そうした中でですね、令和新選組、あるいは今日、壇上に来ていただいてます、川内さんやですね、
鳩山先生も含めた形で新しいその、まあ、野党勢力というのか政治勢力の結集が必要ではないかと、とりわけあの令和新選組に対するですね期待も集まっていると思いますが、その点について少しお話をしていただければと思います。ありがとうございます。あの私たちがやろうとしていることは何かというと、なんか自動販売機から飲み物を選ぶように政党を選んでほしくないんですよ。つまり何かと言ったら、自分たちが育ててやるんだ、広げてやるんだっていう意識をこの国のオーナーの皆さん、有権者の皆さんに持っていただきたいっていうための活動だと思ってます。令和新選組が世の中を変えるんだという意識はあるんですけど、何が言いたいかと言ったら、創価学会も、そして連合も、そして統一教会も共通している部分があるんですよ。何かと言ったら、選挙のノウハウを持ってるってこと。選挙のノウハウを持ってれば何ができるかって言ったら、政治家をコントロールできるってこと。私たちの力がなきゃあなたは政治家なんてなれないわけでしょっていうことを常に政治家に対して危機感を持たせられること。だから切れないでしょ連合との関係。だから切れないでしょ統一教会との関係。それは何かって言ったら、自分の生命線をずっと握られてるんですよ。自分が政治家として生きるか死ぬか、受かるか落ちるかっていうことをずっと握られ続けてるんですよ。つまり今何が必要かって言ったら、この国の有権者、この国のオーナー、有権者じゃなくても、様々な人たちが選挙の時には確実に自分の役割を分かって、その国会議員を受からすために何ができるかってことをすぐに動けるっていう状態を、多くの人々の中で共有することなんですよね。お前の受かる落ちるは私たちが握ってるんだぞ。ということを実際の行動と、様々な、つながりで、なんだろうな、実際にそれ動きとしてやっていけるっていうことを必要としてるんだろうなと思います。つまり何かって言ったら、選挙のやり方、実動部隊だったりとか、どういうふうに動けばいいのかっていうノウハウは、大企業だったり宗教だったりとか労働組合の中にしか閉じ込められてないでしょ。私そう思うんですよ。皆さんの中で選挙回せる方はどれぐらいいらっしゃいますか。選挙になったら自分は中心的な役割を果たして、で、船体を回せるぐらいのノウハウを持ってる人どれぐらいいらっしゃいます？船体は回せないけれども、自分はそれぞれのパートで何かしら主体的にそのリーダー格として動けるって方どれぐらいいらっしゃいます？あれどうぞ、これすごいですね。1割にも満たなかったですけど、手が上がるっていうのはこれ希望なんですよ。で、何が言いたいかってことなんですけど、統一教会に頼らなくても、大企業に頼らなくても、連合に頼らなくてもいいんだと。私は自分の最初に政治家を志した時の気持ちのまま、皆さんと一緒に歩んでいけば、確実に政治家として生きていける。確実にそのために努力をしていくっていうことができるんだって、こんなお互いにとってウィンウィンじゃないですか。自分の気持ち殺して、執行部の言うことだけ聞いて、これは賛成できる代物じゃないけれども、賛成しなきゃならないっていうような、もう意味わかんないですよね、そんなね、政治家の存在なんて。世の中を良くしようと思ってるのに、逆に世の中を壊していくための政策に力を貸し続けなきゃいけないような政治家活動なんて地獄ですよ。っていうか、そんな人たちいない方がマシなんですね。なので、政治家が誰のために仕事をするのかという原点に、一人一人に帰っていただくためには、やはりその手綱というか、コントロールということを人々の手に、取り戻すというか、まだ取り戻すも一回も手にしたことないですね。人々の手の中に収める必要があるというふうに思ってます。じゃあ、令和新選組は何なんだって言ったら、100% ボランティア政党ですから、選挙の時にも当然ボランティアの皆さんに毎回、これはアップデートしていっていただきながら、自分のできる範囲を広げていってもらう。それがたとえ令和支持者じゃなくなったとしても、私は問題ないと思ってるんですよ。あなたがその時に思う政治家を受からせられるような努力を、あなたが得たノウハウでやっていってねってことでいいと思ってるんです。話戻ると何かっていうと、世の中を変えたいという思いや祈りだけでは社会は変えられないってことですね。選挙っていうツールを使ってでしか変えられない。じゃあそのツールをどう使うかということのノウハウをみんなで 共有していくようなプラットフォームが必要であると。私はそれが令和新選組だと思ってます。それではパネラーの方からということで、この後お話ししていただくことになった望月さん、そして植草さんからも一つずつ、はい、お願いいたします。そうですね、2019年の令和の新風みたいな時を取材している時は、
まあ、本当に人だかりが、まあ、毎回新宿含めてすごくて、ただその熱気を、まさに、まあ、今以上に、まだ YouTube や Twitter 含めて、3年前なので発達、まあ、皆さんへの浸透は少なかったかなと思うんですけど、その熱気をやっぱり伝えられたのが選挙後だったってことがあって、やはり、選挙報道が中立公正にしろというですね、まさに今、壺関係で、メディアにも叩かれている萩生田さんが官房副長官の時に、突き出した中立公正な報道、選挙報道を心がけようっていう、2014年の文書が出て以降、非常にやはり選挙の報道が新聞でもやりにくくなりました。で2019年のあの風が、あの段階でもっとマスが報じてたら、令和の議席数とは全く違ったと思うんですね。で今回の、まあ、参院選に関して、山本さんが結構厳しくなるんじゃないか。つまり野党のへの風が本当に吹いてなかったので、まあ、壺の問題も選挙の投票日3日前っていうことだったので、まあ、あれが壺なのかというのも全くわからなかったですし、そういう状況の中での今回のその選挙結果、ちょっと今の空気とは全く違う風だったと思うんですけど、どういうふうに受け止めてるかっていうのをお聞きしたいです。プロの質問ですね。取材受けてるみたいな気分になりましたよ、今。ありがとうございます。正直言えば、もっと欲しかったですよ。結果3議席だったんですね。3議席いただきました。比例で2議席。で、東京で私がなんとか1議席っていうところです。で、結果から見て、もっと行くかと思ってたっていうふうに言われる方もいらっしゃるんですけど、私はこの情勢というか、選挙前の状況であったりとか、いろいろ見ていくと、まあ、3取れたら御の字かなっていうふうに思ってました。で当然その選挙区比例だけだとなかなか厳しいので選挙区でももぎ取らなきゃいけないという意味合いもありますよね。1議席増やすっていう意味でもやっぱり自分自身が東京で出る必要があったってことです。だから結果を受けてどう思うかっていうと、まあ決して喜べる内容ではないと。けれどもまあこの状況の中で3議席取れたっていうのは決して悪い状況ではないだろうと、良くもなく悪くもない。まあでもこの状況をギリギリのところを守れたっていうのは何も私たち令和新選組の国会議員たちが何か頑張ったかっていうことではなくて、やはりそれを支えてくださる皆さんが必死になってくださったんだろうと。で、山本が東京から出た、出たことによって一番良かったことは何かって言ったら、新たな維新の議員が東京から誕生することを防げたということは大きかったなというふうに思ってます。今日はお忙しいところありがとうございます。今の日本の政治の状況の中で山本さんと令和新選組というのはまさに希望の光だというふうに思います。まあ、その東日本大震災の後からいろいろ活動を始められて、新党今は一人と言ってた時代もありましたよね。そこから始めて着実に構成力を伸ばして支持者を増やして本当に心から敬意を表したいというふうに思います。で、私もいろいろな方と意見交換をしてこの令和新選組を育てて新しい政権を樹立する核にしていかなければならないと、そういう方が非常に多いんです。で、今の歩みを進めてさらに着実に拡大していくということを願う支持者の方非常に多いと思うんですけれども、一方で、やはり政権を取るというのは、国会の議席の過半数を取って、政権を樹立しなければなりませんので、本当に政治を変えるというのは、ある政党が大きくなったということで実現せずに、国会の過半数勢力を取って、政策協定を結べるところと手を携えて政権を樹立しなければならない。まあ、そういう現実を考えたときに、今後の選挙戦術として、まあ、令和新選組として拡大していくということは当然重要なんですが、やはり、小選挙区とか参議院の一人区という制度があるという前提で考えたときには、基本的な政策を共有できるところとはしっかりと手を結んで、候補者調整などをするという取り組みを、やはり別途拡大していくということが、やはりどうしても必要ではないかなというふうに思うんですけれども、その両立て戦略ですね、令和新選組の拡大と、その政権を獲得するための連携協定のバランスというかですね、あり方について考えをお聞かせいただけたらと思います。ありがとうございます。一つの政党だけが大きくなったとしても、
ちょっと伸ばしたぐらいで何か世の中が変わるわけじゃないと、政権交代できるわけじゃないというのは当然のことです。本当におっしゃる通りだと思います。でそのためには何が必要かって言ったら、やっぱりこの、なんだろうな、小さなサイズの野党がやはり塊になって大きな大政党を打ち破っていくっていうようなスタイルに持っていくしかないんですよね。もう戦い方としてはこれ以外はないだろうと、そういう流れにそういう流れというものを作っていく必要があるとは思ってます。当然です。で、去年衆議院選挙ありましたよね。2021年に。その時にも、本当だったら、なんだろうな、一緒にやれるような内容ではないですよ。はっきり言っちゃえば。消費税 5% 減税っていうことで合意したんですけど、まあ、現状見えてますかって。消費税 5% でなんとかできるような社会じゃないですよって。25年不況でコロナまでやってきてみんなあえるのに 5% って、ね、どんな寝言ですかっていう気持ちはありながらも、とにかく1回下げれば上げられるはずないだろうっていう話ですね。1回下げたものをなかなか上げられないわけだから、やっぱり下がった方が景気は良くなったってことをまず第一歩を示す必要があるので、ここは手を組むということで、2021年には野党間で力を合わせるってことになりました。で、当然そこでは調整、小選挙区においての調整というものもなされた。令和新選組は4割ぐらい候補者をおらしましたね。で、私たちは野党統一候補という形は一つももらえなかったんですよ。一つもです。だから私たちから言ったら、はっきり言えば、得してない。はっきり言ってね。逆に言ったら独自で第三極ですって出た方が、まだ票が集まるんですよ。なんだよお前、今まで通りのなんか野党の右往の衆みたいなところでやっていくのかっていうような印象よりも、私たちは独自にやっていく、政権を取るんだって言った方が、これよっぽど、票は集まりますよ。でもこの現実を確実に変えていくためにはやっぱ力合わせるしかないだろうというものから4割を切って統一候補も得られないけれども、ここはやるしかないという判断をしたということですね。なのでこの先ですけれども、この先2021年ぐらいの緩い感じで一緒にやるかって言ったら、なかなかそれはうんとは言えない。もっと攻めたものじゃないと無理ですと思ってます。はい、じゃあ追加でちょっと聞こう。その点で先ほどお話ししたときに、今日本には与党と野党と与党があるんですけど、この与党を入れると、なんというか、野党の顔しながら実は与党だったということがあるので、そこをしっかり切ってほしい。令和新選組が主導権握って、そこを切った票とやってほしいなというふうに思います。ありがとうございます。これがね、今、3年で8人の国会議員を生み出させていただいたっていうのは、これ本当に、なんだろう、人々の力ってすごいなって、私自身が感動している部分なんですけれども、一方国会の中で8人という勢力は、ある意味でむちゃくちゃ弱い勢力なんですよね。この中で、一定の私たちがイニシアチブを取っていくといいますか、無視できない存在だというふうになれ、なるまでには、もうちょっとやっぱり数が必要になってくるってことですね。それを考えると、やっぱり、独自で拡大していくという路線もやっぱり捨てちゃダメなんだろうと。いや、数が増えればやっぱり無視できなくなっていく。おそらくまだ無視できる範囲であるならば無視され続けるんですね。めんどくさい奴らじゃないですか、はっきり言って。ね。そう考えるとすごく、微妙なところではあるんですけれども。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、せっかくの機会ですので、川内さん。はい、何かありましたら、コメントでも質問というよりも。いや、私はまあとにかく今立憲に所属しているのでですね、野党の大きな塊を鳩山先生や山本太郎さんをリーダーとしてですね作っていく、それが国民の皆さんの大きな期待につながるのではないか、まあ、そういう大きな塊に向けて動く中で令和独自の動きとして一人でも増やしていくんだという動きも当然それは尊重されなければならないというふうに思うけれども、その日本という国にあるいはみんなの生活に残された時間というのはそうたくさんは残されていないのでですね、やはりみんなの期待に応えるためにまあ、植草さんは、与党は嫌いかもしれないですけど、私も与党は良くないと思いますよ。維新とかね。だけども、まあ、立憲社民共産令和で、大きな塊を作ることを、
片山さんに旗振ってもらってですね、やれればいいなと。で、山本太郎さんが前面に出るというのは、すごくみんなの期待に応えるんじゃないかなと。さっきからお話ししてるんですけど、お二人に聞きたいです。お二人に。はい。山本太郎さんと鳩山さん。鳩山さんと山本太郎さん。鳩山さんに続いてよろしくお願いします、コメント。私は山本太郎さんを人間として大好きなんです。好きだよね、みんなね。で、山本太郎さんに何度か申し上げたことがあるんです。令和新選組という政党では政権は取れないよと。やっぱり政権取るんだったら、政権党らしいですね、その政策理念というものが表に出るような形にしてほしいと、そう思っているんです。で、それは決してね、そのことに対して太郎さんは否定しないんですよね。でも段階がありますみたいなことで、政府の答弁みたいなんですけどもでも皆さんも多分そう思っておられると思うんですけど、私が今川内さんなんかと話をの話を聞いて若干違うのは、例えば私が民主党、旧民主党を作っていくときに、必ずしも完璧ではなかったんですけれども、一人一人がこの指止まれというような形でもう一度結集し直してほしいということをも要求したんです。すなわちこの政党の枠があると、なかなか政党同士が合併しますみたいな話が最初にあると、それが選挙目当てだというふうに国民の皆さんからある意味で見破られてしまうというかですね、そう思われるんですよ。ですからそうではなくて、まず太郎さんかどなたでもいいのかもしれませんが、一緒にやろうぜという人が数人でも集まって、その人たちが政策の理念の旗を掲げて、この旗に対してどうだと、これで日本は新しく変わるじゃないかというような見え方をきちっとしてですね、その政策のもとで結集させていけば、私は大きなパワーになると思ってまして、そのパワーの軸にあなたがなってもらいたい、そう思っております。今鳩山さん、川内さんからのエールがありましたけれども、少しお答えいただければ。ありがとうございます。選挙が近づいてきたから塊になろうぜっていうのは見破られるというお話だと思います。だからこそしっかりと、ビジョンが見えるような形で、で政策重視でやっていくということがやはり必要なんだろうと。でその内容をやっぱり全国の皆さんに理解していただくというのには、やっぱり一定の時間というのは必要になってきますよね。だから急遽ではなかなか難しいんだろうと。やはり時間をかけながらも、やはり時間をかける方は皆さんにそれを理解していっていただくような広がりっていう部分に対してかけていくっていうことが必要なんだろうなと思います。で山本王というようなお話をしていただいてますけれど、皆さんも当然ご存知の通り、むちゃくちゃ荒削りな人間なんですよね。で未熟なんですよ。だからやはりある意味でちょっと心もとなさというのが本人、自分自身の中にも感じている部分がありまして、なのでこの指止まれということで、いろんな、なんだろうな、期待を背負った人たち、リーダー的な人たちが集まっていきながら、このメンツでやっていくぜっていうような顔ぶれになっていくことが必要なんだろうと。私はやっぱり、鳩山さんには政治の世界に戻ってきてほしいと思うんです。皆さんどうですか？実際に現職の議員同士として交流をしたことはないんです。で何かのタイミングの時にね、お食事させていただいたりとか、事務所にお邪魔させていただいたりとかっていうお話をさせていただく機会があるんですけど、すごいなと思うのが、一度も人の話を遮らないんですよ。これってすごく難しいことなんです。で、自分が重要だと思っていることだったり、熱を帯びてるっていうようなことに関しては、やっぱり人は喋りたいじゃないですか。で、一般的なおしゃべりだって言われる方々の、100倍政治家はおしゃべりなんですよ。それを考えると、
人の話を最後まで聞くとかねっていう基本なんですけれども、それを守れてる人たちはほとんどいないんです。なんかすごいなと思って、総理まで経験してこの国の頂点、権力の頂点を取った人がしっかりと話を聞きながら、しかもギリギリの冗談というものさえも、それが冗談であることを理解しながら受け入れるだけの度量のある方って私はほとんど見たことないんですよ。で、過去のことだったりっていう様々なことっていうのもこう笑いに変えて消化していくということもできる大人っていうのは私は今まであまり見たことがないなと思って、やはりリーダーにふさわしい人っていうのはいるんだっていうのが私は鳩山さんの印象です。世間ではすごく誤解されてます。むちゃくちゃ誤解されてる。だからその誤解を解きたいという思いもあります。なので次一緒にやりましょうね。鳩山さん、今エールがありましたので一言お願いいたします。何一緒にやるの？ね、大変本当に魅力のある方だなというふうに思います。私が話を下げられないのは話す言葉がないからなんです。ね、ですからそんなことを褒めていただいて大変恐縮に思っておりますが、でも何らかの形でこの山本太郎さんを私はもう心から愛しているっていうとちょっと最近いろいろと危なくなりますから、そういう言い方は避けるのかもしれませんけれども、何らかの形で行動を共にできることがあれば大変ありがたいなと、そのように思っております。それでは時間の関係もありますけれども、会場から 1,2 質問いいですか。はい、じゃあ会場から 1,2 お一人、じゃあお二人、すみませんね、今も前の方だけお目につきましたので、お二人名前だけ お二人。いやいやいや、時間の関係がありますので、はい、お願いします。今日はありがとうございます。鹿児島に住んでおります。今日は実家の京都から参りましたが、鹿児島の吉田と申します。はい、私も立憲の活動をしていてですね、先ほど川内先生言われた立憲社民共産令和のこれで組んでいただきたいというのはずっと思っていたんですが、残念ながらですね、希望の党騒動でできた時の2017年の立憲であればまだこの組み方はかなり可能だったと思うのですが、最近の立憲はまあいつの間にか、短めに質問だけに。じゃあ、川内博士先生にですね、まあ今立憲はだんだん旧国民民主党っぽくなってきていて、岡田克也さんの幹事長といいですね、鳩山先生を外相として裏切った人がまだ復活している。そろそろ立憲に限界も感じておられて、実は鳩山先生、山本太郎さんの浸透構想、本気でどこかで動かれるという話が今日あるのかと思ってきたんですが、どのあたりまで我慢をして、どのあたりまでは現立憲で我慢をして、どこから植草先生がおっしゃった、もうはっきりと連合の六三別とは手を切った動きに動かれるのか、ちょっとそのあたり何かお考えがあれば皆さんの前で言える範囲で言っていただきたいなと、表明していただきたい。すいません。時間の関係なんですけど、僕は今はですね、太郎さんがおられる時間に太郎さんに対してという意味だったので、ちょっと違いましたので、いいです。次の方でお願いします。それで、はい。はじめまして。岡山から来ました、森と申します。質問はですね、消費税を廃止という、これをですね、もっと野党4党が共有できなかったのかということを大変参議院選挙の反省として入れていただきたい。なぜならば2012年の6月21日野田佳彦内閣の時に 3党、公明自民民主で消費税増税に応じてしまった。で、小沢一郎氏は2020年、藤井聡さんの東京本間物テレビで、あの時は財務省に自分も説得されてしまったんだという痛苦の反省をおっしゃってます。先の民主党が何に敗れたのかということを国民に強く言って、今度こそ消費税は廃止なんだと。で、まだできない時は
減税っていうとこで野党4党が固まれば私は勝てると思ってた。どうでしょうか。はい、ありがとうございます。野党が揃って消費税廃止ということを言えるならば、こんな、なんだろうな、パンチの効いた政策ってなかなかないと思うんですけど、やっぱりそれぞれにお家の事情があるってことですね。おっしゃった通り3党合意という部分で民主党は、ね、消費税を進めたっていう。まあ、その進めた張本人がやっぱり下げるわっていう話、なかなか言いづらいっていう部分もあると思いますし、それが1点。もう1点は、社会に対して消費税廃止ってことがなかなか現実的に受け取られない部分というものもあるかもしれません。私から言えば、逆に言えば消費税なくすっていうことが一番現実的なんだよと。この社会をもう一度、底上げしていくためには絶対不可欠なものなんだっていう、揺るぎないものがあるんですけど、まあそれは受け取り手、受け取る側がどう感じるかって部分も、考えれば、おそらくそれを一足飛びに廃止ってどうなんだって人たちも生まれることは確かなんでしょう。で、もう一つは先ほど言った通り、上げた者たちが下げるということを。まあ、昔上げるっていうことを決断したことが間違ってたってことに取られたらどうしようとかですね。わかりません。あと、財務省のですね。財務省に言われるがまま、財務省が言ってることは 100% 正しいだろうというような観点から、そのようなことは受け入れられない人とか様々いると思うんですよ。まあ、難しい問題ではあると思うんですけれども、まあ、この今私たちの生活をどうするんだってことに対して、どれだけ分かりやすく積極財政を進められるかってことですね。今景気が悪いですね。だから減税します。必要なところには給付を出していきます。だけじゃなくて、当然今物価が上がっていってるんだから、年金は上げなきゃならないし、生活保護も上げていきますよって。上げることによって所得が少ないところはすぐに右から左にお金が流れていくわけだから、社会にお金を回す主体になっていくんですねっていうようなことをちゃんと分かりやすく各党が説明できるようなことがパッケージになった政策があれば、私はそういうものがないと最低ないと戦っていけないんじゃないかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。太郎さん、この後予定もあるとお聞きしてますけれども、お時間はもう大丈夫でしょうか。この後遊びに行くわけじゃないですよ。この後遊園地行こうと思ってましてって話じゃないんですけれども。またありますか。じゃあもう一人だけ。山本さんは3年間選挙がないということで参院選に立候補されましたけれども、現今の政治情勢を見るととても辛抱できるような情勢ではないと思います。自民党の国会議員なんかは全特会してほしいぐらいの、さっき川内さん11人から14人が手を結べば当選できたはずとおっしゃいましたけど、そんな耳ちいことじゃなくって、もっと大規模な変動を起こさなきゃいけないと思うんです。国会を解散させることはできないんですか。というご質問です。ありがとうございます。まあ、国会を開かせることはできないんでしょうかってことですけれども、もうそれ開けってことは、野党側からアプローチがあったと思います。で、今の中で政治の中の判断だけで開かす、なんだろうな、もともと9月の終わりか10月の頭かって言われてたものを大幅に前倒しして開くってことは現実的にはありえないでしょうね。だから国会を開催させるってことですね。解散する理由ありますかね。彼らにとって、皆さんにとっては解散する理由しかないでしょうけど、彼らにとっては解散する理由はないです。今の状況を変えていくために、ごめんなさいね、おそらく数十年にわたって放置され続けてきた政治を、半年で、数ヶ月で変えるってなかなか難しい話だと思うんですよ。で、もちろんここにいらっしゃるカリスマ的な方々、の力を借りながらも世の中を変えていきたい思いは当然あるでしょう。けれども、なんだろうな、カリスマ的な存在であったりとか、求心力がある人っていう存在だけじゃ変えられないんですよ、やっぱり。だって、あなたと変わらないから。例えば、この会場にいらっしゃる一人一人と、鳩山さんも同じ人間なんですよ。
何か特別な、魔力を持った人間じゃないんですね。だから一人一人ができることをやっていく以外はないと。そう考えるとするならば、今与えられたシチュエーションの中でここを打破していくためにはどうしたらいいかって言ったら、今の政治は確実におかしくて、これを変えなければ大変なことになってしまうというような、共感を多くの方々に広げていく機関なんだっていうふうに考えるしかないのかなと思ってます。つまりは何かって言ったら、選挙終わってから今日までの間に何人新規の人たちに対して社会を一緒に変えようという気持ちにしてきたかってことが一人一人が問われるってことです。だってもう選挙が終わってんだから、数決まってんだから、この中においてその、政治のルールをもとに社会を、政治のルールを、元に、その国会の解散したりとか国会を開催させたりとかっていうことをコントロールするのはなかなか難しいですね。だとするならば、やっぱりもう次に備えていかなきゃならない。今週1週間で何人説得しました？今日1日では。それを一人一人が意識を持ってやっていくっていうこと以外はもう世の中変えようがないんですね。誰かのためにやってんじゃないんですよね。自分のためであり、自分の大切な人のためであり、それをやるっていうだけのこと。何かしらの支持政党のためにやってるんじゃない。自分のためなんですよね。私自身もそうです。令和のためにやってるように見えるかもしれないけど、私の将来進む国のためにやってるんです。自分の家族がこの国で生きていくってことを考えたときに、やっぱこのままじゃやっぱり不安しかないもん。一人一人がそういう思いを持ちながら動いていった先には私変化するときが確実にやってくるんだろうというふうに思ってます。焦る気持ちは当然あります。とっとと解散しろと。これだけ壺汚染されてる国会でまともな判断なんかできるはずないだろうって思うのは私も一緒です。すごい歯がゆい気持ちでいっぱいですけれども、やっぱりステップバイステップでしか物事は進まないっていう現実を受け入れながら、いかに共感を広げていくかということを日々分かりやすい言葉でということを意識しながらやっていきたいなって自分自身は思ってます。すいません、答えになってるかどうかありませんが。ありがとうございます。太郎さんにはまだまだお聞きしたいことがね、皆さんも終わりだと思いますけれども、今日はやはりこの後また大事なお仕事があるということで、ここで太郎さんは退場ということにさせていただきます。どうも今日はお忙しい中ありがとうございました。皆さんこんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日は皆様方にご支援のお願いです。私たち ISF 独立言論フォーラムは、一切の広告なしで真実探求と戦争廃絶で志を同じくする個人、団体によるご寄付によって運営される市民による独立したソーシャルメディアです。ご支援をいただける方は、下記口座宛てにご支援をよろしくお願いいたします。なお、ご支援いただいた方には、IS 通信の送付、ISF 主催の公開収録、シンポジウムへの無料参加など、ISF サポーターとしての対応をさせていただきます。口座情報は、ゆうちょ銀行、振替口座、01780-7173449、一般社団法人独立言論フォーラムです。ホームページもぜひご覧になってください。どうぞよろしくお願いいたします。